こんにちは。学習塾1945です。今回もやっていきます。まずはこちらの問題。一時停止をして解いてみてください。では、確認をしていきますね。今回は、炉に当たる県の農業を選ぶ問題です。まずは、イロハニの県名と農業の特徴を出しておきます。これは基本中の基本なんですが、すべての都道府県の位置と県庁所在地は大丈夫でしょうかダメな人は関連動画置いておきますね。 この動画の右上の I というのを押した先に置いておきますよ。まあ、とにかく、いは秋田で、ろは長野で、はは千葉で、には愛媛です。で、今回はろを選べと言っているので、長野県を選ぶ問題なんですね。で、長野県の農業の特徴といったら、高齢地農業です。長野は中央高地で標高が高くて涼しいんです。だから、高原野菜としてレタスの栽培が盛んなんですよ。 また涼しい場所を好むリンゴの栽培も盛んなんですね。で、リンゴは果物果実でレタスは野菜じゃないですか。つまり表を見て果実と野菜の数値が大きいものを選べばいいんです。まず果実の数値が大きいものはアといいですよね。そしてこの二つの中で野菜の数値が大きいのはアじゃないですか。つまりこの時点で正解はアですよ。 ということで正解は出てしまいましたが、その他のものも見てみましょうか。すべてを特定させるとこうなるんですけどね。まず二択で悩んだイについてなんですが、イは愛媛県です。愛媛といえばポンジュース、みかんが有名です。ですが実はみかんは愛媛が一番じゃないんです。先ほど出てきたリンゴも一緒に押さえてほしいんですが、こんな順位になってるんですね。みかんは和歌山がトップなんですよ。 そして、愛媛、静岡と続きます。あと、リンゴについては、長野が2位で、1位は青森ですね。まさに青森も東北で寒いですよ。まあ、とにかく愛媛は、みかんの影響で果実の数値が大きい、です。で、次、今度は秋田県を見てみましょうか。秋田県は、秋田小町、米の生産が盛んなので、米の数値が大きい、絵ですよ。 ちなみに米作りが盛んな地域は基本的に東ですね。北海道、東北、新潟、茨城、その辺ですよ。で最後、残ったうが千葉県です。千葉県は近郊農業の農業圏です。近郊っていうのは大都市の近くってことですね。人が多い東京に近いんで、彼らに向けて農業を行ってるんです。特に野菜は鮮度が重要なので、近場で作るっていうのが重要なんですよ。 だからこんなに数値が大きいんですね。ちなみに北の成りの茨城も同じような理由で農業が盛んです。つまり千葉、茨城、千葉茨城は農業圏なんですよ。こちらもぜひ知っておいてください。ということで今回は以上です最後まで聞いてくれてありがとうございました。